じゃあ3、2、1で始めましょう。はい、はい、3、2、1スタート。鋼は、とっても操作性がよくって、普通にプレイしてても面白いアクションゲームになってます。スーパーファミコンですね。で、一面はですね、特殊なことをやっていて、こう最初は敵を倒さない、で後の方で特定の敵だけを、決まったタイミングで倒すっていうことをやります。そうすると、本来ランダムでアイテムを敵が落とすんですけれども、それを、固定するということができます。青い炎が出て、画面全体攻撃のアイテムが出たと、そんな感じ、いわゆる乱数調整ですね。ですね。はい、1個失敗してます。はい、僕も1個間違いましたねお揃いですね。で、1の2は、こういうふうにバク転で基本進んでいきます。で、この面の最後に中ボスが出てきて、鋼の基本的な戦略が 見られます。中ボスが出てくるのを前転で、はい、この垂直キックですね、これがとても強いので今後も対応していきます。青龍っていう通常攻撃の約12、3倍くらいの威力ですかね。そうですね。で、ここは最初のショートカットに注目です。敵を踏むと高くジャンプできて、ステージの大半を飛ばすことができます。ゲームタイムで、2、3、5かな、5が早いと、自分は1個落としてますね、すいません。ちなみに私は6まで出たことありますね。あ、本当ですか。はい、すごいですね。で、1の4は、強制スクロールのステージになっていて、足場が突然崩れたりとかっていうのがあります。それをまあ覚えて、その通りに動くと、なのでちょっと喋ってると落ちたりします。で、ここで結構雑魚敵が出てきまして、1の1で乱数調整で拾ったアイテムですね。この時点ではもう調整とかできない状態になってるんですけど、まあ、ランダムで落としてくれると美味しいっていう感じですね。で、一面のボスが出てきまして、この中央の白いやつが、本体になっています。で、こいつに、例の垂直キックを当てて倒すというのが、はい、時間を計って、本さんはもう倒してる、早い。で、二面ですね。二面はですね、こいつ白いキャラクターが出てくるんですけど、こいつがライバルキャラになっていて、ちょくちょくこの後も出てきますけど、まあこの垂直キックで基本瞬殺です。ドーンと、いいですね。大丈夫じゃない、やばい。で、2の2、ここが、非常に難しいステージで、最後にダメージを受けながら進む必要があるんですけど、最後に体力がなくなるっていうことがよくあります。なのでここは、タイムアタックの最初の難関ですね。はい、この先ですね。そうですね、そこ、このコンベア地帯に雑魚敵がなんか渡ってくるんで、ここでダメージを受けないようにしないと、まあ、下手したら死んでしまうと。はい、ちょっとしっ、で次のステージが、ゆっくり行くと、まあ、そんなに難しい面ではないんですけれども、早く行こうとすると難しい面になります。お本様、このステージが一番ゲームとして好きなステージだってさっき話を聞きましたね。そうですね、ここ、そうですね、上、
この先のここに登っていく地帯がですね、非常に楽しいところでして、いろいろ操作あるんですけど、まあ、こうやってスムーズに登っていけると非常に楽しいという。で、2面のボスがみこしというボスで、かなり強烈な運ゲーになってます。今出ているあの弱点なんですけども、あれが、出てくるタイミングが、ランダムになっていて、最大で 4ターン渡されます。でそれでもって、もう最大で何十秒も差がついてしまうというただの運でですね。なので今の時点で差がありますけど、こいつ次第で十分ひっくり返る可能性があるというようなレベルのなかなかの運ゲーですね。私は4ターンまでかかってます。4ターンどころか8ターンまで最悪かかりますね。これはとこいつのこの今コアが開いた時にダメージが与えられるんですけど、このコアを開く位置によってはあの何回も登場している垂直キックが当たらないんですね。で僕は4ターン目でその当たらないところを引いたんで、さらに待たされて6ターンかかりましたね。1ターン目は外れでした。あで3面ですね。3面は、空が舞台のステージですね。3の1は、まあ、そんなに難しくないです。雑魚敵をですね、たくさん倒して、でここを、最後にあの画面の左側をキープするとこんな風に早く画面外に落下して早く次のステージに降りられます。本来は今の画面で鋼が画面の右側まで歩くっていうシーンが入るんですけど、まあ、うまいこと操作することで無理やり左側にいる時点で終わらせるっていうテクニックですね。そうですね。で3面の、3の2のボスは、両端にあの弱点がありまして、それを、まあ、撃殺し垂直キックですね。ちなみにこの垂直キック、激しく殺す蹴りと書いて激殺手っていう技名がついてますね。はい、かっこいい。で、3の3と3の4は、強制スクロールステージになっていて、タイムアタックではそんなに差がつかないところなので、休憩ですね。そうですね。で、鋼なんですけども、ワールドレコードが、お本さん、14分43秒ですね。これはですね、結構このゲーム海外でもやってる人いるんですけど、だいたいみんな15分とか16分かかってて、結構ダントツのワールドレコードになってます。でこれあの海外でも人気で、結構ゲームズダンクイックで何年かに1回ぐらいこうやられるような感じですね。なんですけど、こういうレースでやるっていうのは、そんなに今までなかったはずなので、今回また新しい面白いのを見せられたらいいですね。そうですね。やっぱり、まあ、先ほども言いました通り運要素がかなりひどいところがあるん で、まあ、レースとしても多少の差はそういうところでひっくり返るとか、まあまああるので、そういうところも逆転要素として見ていただければなと思いますね。ラスボスの手前に結構強烈な運ゲーがあります。はい、シラオーっていうボスなんですけども、まあ、先に言っておくと、はい、かなりあのそいつの行動次第で分単位でタイムに差が出てしまうような。で、3面のボスが、邪星獣って言いまして、基本的にこの星竜っていう攻撃を当てるだけなんですけども、結構運によって差が出ます。結構この今
邪星獣がワオンとか言って画面外に飛んでいこうとするんですけど、これをやられて本当に画面外まで出られると、まあ、単純に攻撃が当たらないのでその分タイムをロスするっていうことになりますね。あと画面の一番上でこう止まっちゃってこう全然攻撃入んないみたいなっていうことがよくありますね。ありますね。で、鋼は全5面構成になってるので、今本さんがいる4面は、もう後半戦という感じで結構難しくなってきます。いろんなアクションが出てきて、あ、これこの和音ですね。で、4の2は洞窟になっていて、あ、ダメだ死んじゃった結構痛いところで死んでしまいましたね。こいつ体力3だと結構どうなるかっていうところなんですけど、青龍で当てて倒すんですけど結構ゴリ押し気味なので体力が少ないとちょっと怖いといった。危ない。はい、撃殺中また出ました。次のステージが、かなり、ステージの大半をスキップできる、ルートがありまして、そこが決まるかが注目です。今このトロッコで、まあ、飛んで上に張り付いたんですけど、本来こんなルートではありません。そうですね、本当は一番下をこう進んでいってっていうので、これすごく難しいんですけど、まあ、今さらっとやりましたが、さらっとやりましたねすごい、まあ、本来ここが拍手ポイントですね。そうですね、で、ボスが、受走玉っていうボスで、形態変化が4つありまして、まあ、2番目が一番なんか厄介な気がしますね。4形態のうち1と3と4の形態は全部例の激殺臭という激強いキックで一撃なので、まあ、このバラバラいろいろ飛ばしてくるやつですね。これが一番難しいと。で、まあ、その形態もうまいこと倒すことで、まあ、そこまでかからずに168が出れば十分っていう感じのボス戦ですね、はい。そして、ラストステージの5面に入ってきました。まず最初はこの雑魚敵がどんどん出てくるので、まあ、どんどん倒していきます。あ、できた。お、いいですね。やったこれ自分がやった場合結構5割ぐらいの成功率なんですけども、あっと、やっちゃいましたね。一番下まで打っちゃった。一番下まで落ちた時でも、まあ、リカバリー用のショートカット、まあ、あ、死んじゃいましたね。あ、まあ、あの上を通っていくショートカットが開発される前に主流だったショートカットっていうのがありまして、どっかで落ちちゃった場合はそれを使いますね。で、ここで、まあ、ライバルキャラのラセツっていうんですけど、まあ、こいつは激殺手を当てた後2回小突くだけで死んでしまいます。河野さんもちょっとしたボス風なんですけど、まあ、激殺臭で一撃と、はい、でこの4ですね、下からなんかせり上がってくるノコギリみたいなのが上がってくるんですけど、まあ、それを見ることなく登っていって終了です。わ、今間違えてボム使っちゃいましたねもうラストに近いですね。ごめんの、あ、できた。で、こいつがそうですね、すごい運ゲー、はい、シュラオって言います。こいつはですね、なんか
ずこうやって3回行動します、この修羅王ってやつで。で3回行動した後にぐーっと移動してきて、でここでなんかこの修羅王の台座ですかね、これの下の部分にちょろっとなんか出てくるのがあるんですけど、それがこいつの本体でして、こいつにうまいこと攻撃を当てないといけないんですけど、今真ん中に出ましたけどこれが右とか左に出ることもありまして、まあ要はランダムなんですね。でうまいこと狙ったところに出てくると、まあ、先ほどのから何度も出てる激殺臭で1ターンで倒すことができるんですけど、まあ、うまいこと当たってくれないとひたすら時間かかるというボスになっておりまして、1回そのターン外すと20秒近くですかねロスすることになります。で僕はその運ゲーに付き合わずに安定して3ターンで倒す方法で倒しました。なるほど。でラスボスの天の光ですね、こいつを倒した瞬間がタイマーストップです。結構そつなく通せたんじゃないかなと思うんですけど、多分15分の50何秒かとかそれくらいのタイムですかね。16分までいってますか。じゃあもう一回5面を見ていくことになりますね。これは LK さんの華麗なプレーをお楽しみください。ここからは失敗しないで、そうですね、その間こっちのスタッフロールというか鋼のストーリーとかについてでも話しておきますか。はい、鋼は忍者で、さっきあのラスボスありましたけど、あれがあの重要なやつでしたよね。はい、そうですね、あのラスボスの天の雷っていう、まあ、兵器なんですね。あれが、まあ、すごいなんか人面の生えたロケットみたいな兵器で、まあ、主人公の鋼はその兵器を守る一族だったんですけど、まあ、ライバルキャラの羅刹とかのいる一族に、まあ、滅ぼされてしまいまして、まあ、唯一この鋼が生き残りまして、まあ、なんかよくわからない謎の老人にサイボーグ化の施術を施されまして、まあ、それで復讐者になった鋼が、まあ、その自分たちを滅ぼした一族を復讐しに行くっていうストーリーになってまして、でその復讐の役目を終えたこの鋼は、まあ、活動を終えて朽ちていくっていうのがこのエンディングのスタッフロールですね。そんなことを言ってる間に LK さんが若干ピンチに。力でなんとか修羅王ですね、はい、で僕の方はこれエンディングが1回終わって、実は鋼には2周目がありまして、で1周目とは何が違うかっていうと敵の耐久力が圧倒的に違います。まあ、ただの雑魚敵でも耐久力が増えてまして、今まで激殺臭例の強い蹴りで一撃倒してたようなボスも2回3回当てないと倒せないようになってたりとかいう、まあ、結構大変なモードになってますね。LKさんの方は2ターン目うまくダメですね、出てこないですね、シュラウの本体のピットは。激殺臭で倒したいというか反対側に出ましたね。はい、反対側ですね。今あの左側に出たのが右側に出てくれれば、うまいことタイミングよく激殺臭を打つことで、まあ、倒すことができるというものですね。逆ですね確率としては覚えてないんですけど、
確か真ん中が一番出やすくて、で左と右のどっちかがまあ多分同じ感覚で出るようになってまして、これで出ましたね。できた。まあ、この激殺手で倒すのを狙おうとすると結構な運ゲーに勝たないといけないっていう辛いやつですね。でラスボスのこの天の雷鎚はあの張り付いてる人面を倒せば OK なんですが、まだちょっと残ってますね。はい、ストップでーす。あー、どうでした？あー、あれですね、練習ではあのそこそこ16分7分ぐらいかなって思ってたら、はい、割20分超えましたこれは結構驚いてます。本番の怖いところですかね。あ、でも結構あのやっぱ鋼、うん、レースでできたっていうので、あのそうですね、面白いっていうのがちょっとでもそうですね、見てる人に伝わったら、そうですね、それで嬉しいかなっていう、まあ、鋼、まあ、今さらっとしてあまり説明できなかったんですけど、本当に操作が多彩で、まあ、武器も4種類ありまして、これらの武器全部 RTA の中で使ってるんですよ。そうですね。でいろんな操作、空中回転だったり壁反射だったりスライディングだったりバク転だったりと、まあ、いろんな操作がありまして、まあ、非常にできるようになるまでが難しいんですけど、まあ、できるようになってからはもう非常に爽快なゲームとなってまして、まあ、もしこれを見て楽しそうだなと思って方がいれば始めていただけると嬉しいですね。といったところでしょうかね。ですね。いや、楽しかったです、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、